どうも山田です。失ってから気づく大切さ、それを心に思ったことがある方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。よく言われますよね。本当に大切なものは失ってから気づくんだと、最近そういう話が僕の中にもありました。いつもそこに会ってくれたのに、いざそれがいなくなってしまったら、ああ助けられてたんだなって、すごく実感しました。なんで最寄りのファミリーマート防空ハバネロ置かなくなったんですか。ということで本日はですね、そんな失ってからでは遅い、そういうお話をしていこうと思います。ナイアンティックさんがですね、ちっちゃい発表実はしました。こちらナイアンティックの公式ツイッターの方で、告知されまして、ゲーム内だとですね、今日見た限りだと、まだ告知されておりませんでした。なので気づいてない方も多いと思いますが、結構でかい話です。はい、これされるとすごく困るんだよなっていうプレイヤーさんもいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんなお話をしておこうと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、今回ですね、ちょっとお話ししたいのはですね、2月の14日バレンタインにですね、ナイアンティックヘルプ JP というツイッターアカウントで書かれていたとある投稿ですよね。こちらからのお話でございます。こちら読んでいきましょう。トレーナーの皆さん、 AR スキャンのタスクの変更により、以前品質の低い AR スキャンを提出したことがある場合、AR スキャンのタスクを受け取れなくなります。高品質な AR スキャンの方法につきましては、こちらをご覧くださいとのことです。どういうことっていう方もいらっしゃると思います。 AR スキャンって AR でポケモン撮ったりするやつのことかなっていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらはですね、違うんですね。はい、AR スキャンのタスクの変更ということで、皆様タスクですよね。ポケストップくるくるとか、ジムくるくるとか回して、ああいった時にタスク入手したりとかね、できるじゃないですか。あの時にさ、普通のなんかタスクが、まあ普通のなんか枠が特にね、指定されてないやつですよ。で、イベントが開催されてる時はイベントタスクっていう形で、枠がちょっとオレンジっぽいやつですよね。黄色だかオレンジだかっぽいやつが出てくるんですけども、それとはまた別で青かった。たりとか、あとはグレーとか、そういったタスクって見たことないですか。で、これ AR タスクで、ポケストップのモチーフになっているものをですね、スキャンすると、カメラで撮ってくださいっていうタスクがあるんですよね。今回指しているのはそれなんですね。で、今回のこの品質の低い AR スキャンっていうのはですね、まあ、つまり、あれ AR スキャンっていうのは、現実世界にあるそのオブジェとか、まあいろんなものですよね。これの立体映像とかのデータをナイアンティックが収集してるんですよ。で、これに協力してくれた人にはアイテム差し上げますよという、まあそれが AR タスク、スキャンのタスクなんですけれども、これをまあちょっと適当にやってる人とかね、そういった人はこれが入手できなくなりますといったものですね。で、これに関してですね、今回もう一番ですね、実は痛手なのがですね、報酬の中に非常にレアなアイテムがこの AR スキャンのタスク含まれていたんですね。で、代表的なのがポフィンなんですよ。はい。ポフィンっていうのはですね、まあ、木の実とはまたちょっと別の、ポケモンにあげるアイテムですよね。相棒ポケモンにこのポフィンをあげると、一定時間ですよね。一日、その各ポケモンですよ。相棒ポケモンのあのハートですよね。あれって、まあ、上限が決まってるんですよね。あげられる上限が決まってるんですけども、これが時間限定で2倍になるというアイテムなんですよね。で、これ相棒ポケモンというのはですね、相棒にしてこう信頼を積み重ねていって、ハート稼いでいくとですね、はい、相棒にバッジがつくわけですよ。ガンバリボンっていうね、あ、リボンだったね、バッジなかったね。まあ見た目はもうほぼバッジなんで、バッジでいいかな。はい、まあこのガンバリボンがつくとですね、そのポケモンがちょっとだけ強くなるんですね。
はい。まあ、このポケモンのですね、CP ちょい上げアイテム。これがですね、まあ、いっぱいつけてる方とかやっぱやってるわけですよ。僕も、例えばそれが、ディアルガとか、そういう優秀な伝説のやつとか、あとはま、ヒトデマンとかね、こういうのにま、これつけていってるんですけれども、それを効率化を図るためのポフィンですね。これ、本来ならば課金しないと入手できないんですが、この AR スキャンのタスクですよね、の中の報酬として入っているということで、これをこなしてきて、無課金でポフィンをいっぱい獲得するためにしっかりやってると。あとまあ別に無課金、普段プレイ無課金じゃないよって方でもね、ポフィンはまあ無料でもらえるのに貸したことはないのでということをやってた方いらっしゃると思うんですが、これがですね、まあ今までよりも質が求められるようになってきたということですね。で、まあこれに関してはまあ多分なんですけど、なんか結構今までこの AR スキャンのタスクの判定がですね、甘かったという話を聞きました。実際ですね、まあこの AR スキャンのタスクこなすときって、その一個じゃあ対象、まあ何でもいいですよ、銅像がじゃああったとしましょう。この銅像を取ってくださいってタスクのときに、もう適当にスーンってもうなんか全然なんかちゃんと取ってなくてもオッケーみたいな、タスククリアですっていう判定になっちゃって、だからもう全然真面目にやってないのにポフィンがもらえちゃうとかアイテムもらえちゃうっていう状況にもうなっていたとのことです。でも、どうやらそこに対しての対策なんでしょうね。ちゃんとやってくれよと。こっちはその、スキャンのデータを欲しいから報酬上げてるのに、それちゃんとやんなかったらそれ上げらんないよっていう、まあ、つまりそういうことですよね。まあまあ道理としては通ってますし、まあここに関してなんか何やっていくどうなんだよっていう意見は個人的には全くないんですね。はい。つーかまあ僕 AR スキャンのタスク、東京済みで結構安全にやれるところ少ないので、地方とか海外とかでしか基本的にやらないんですけども、はい、ちゃんとやってください。そしたら今まで通り報酬与えますよ。適当にやってる方はごめんなさい。AR タスクちょっと今後渡せません。ポフィンとか、いっぱいね、入手する機会与えられませんということですね。もう絶対なんかすごい変なデータとか中途半端なデータとかが上がってたんだと思うんですよ。ナイアンティックにわーって送信されてたんだと思うんですよね。で、それの精査とかにもさ、結局人とかさ、まあなんかしらロボットかなんか知りませんけれども、を使うからまあコストダウンっていうところなんだと思います。で、いい機会なので、このポケストップですよね、のスキャンですよね、の、まあ、いい感じの、こういう風にやってくれたらいいんだよっていうのが、これページ飛んだら載っていたので見ていきましょうか。ポケストップスキャンの方法で、高品質なスキャンを保証するためには、いくつかの方法があるよと。まずは、スキャンするエリアとポケストップの周辺を確認して、障害物の有無を判断して、スキャンするルートを選びます。事前にスキャンするルートを決めておく必要がありますと。なんかね、関係ないものとかをこうやって映しちゃうと、それはあんま良くないということですね。で、カメラのピントはちゃんと合ってるようにしてくださいねと。で、もうここに立ってこうずっと、もうなんとなくこうやって撮るんじゃなくて、その対象の周りをこうぐるっと、だから、そのものを一箇所、その中心に添えて、その周りをですね、そいつにカメラを向けながら動いてくださいということですね。あとはゆっくりと自然な歩調で歩く、スキャン中はゆっくりとスムーズに移動しましょう。急な方向転換は絶対に NG ですと。で、あと暗い場所でスキャンする場合は、ゆっくりとスムーズに移動することがより重要ですということだそうです。まあだから、さささってやるんじゃなくて、ゆっくりじっくりちゃんと映してくださいねってことですね。カニ歩きをイメージしてくださいって、なんかもう歩き方も書いてありますね。あとはポケストップは常に焦点を合わせてください。360度の周りを撮影することが重要ですと。で、あとは角度を変えるとか距離を変えるとか、ポケストップ周辺の環境を捉え様々なスキャンをすることが重要ですと。だからまあこう撮っててずーっとっていうよりも、こうちょっと下から撮ってみたり上から撮ってみたりで、こう多角的なデータを送ることで、よりその造形物を立体的にこうデータを収集するっていうことなんでしょうね。で、これ公式ページ行くとですね、スキャンの方法の動画っていうのがあるんですよね。こういう風に撮るといいですよっていうのがあるので、皆様ね、これやってみる方、今までやってなかったけどちょっと気になるからやってみようかなとか、今までやってたけど自分大丈夫かな、なんかタスクもらえなくなるの怖いからちょっとこれから真面目にやろうみたいな、そういう方はこちらの動画ね、まあご覧いただいてはいかがでしょうか。
はい、ということで、まあなんかこれに関しては今までが多分ガバすぎたっていうところだと思います。で、まあ何のためにデータ取ってるんだろうねと思うんですけど、なんかナイアンティックさんって例えば AR もさ、こうなんか現実の遮蔽物とかとこうブレンドした映像をさ、しっかりと撮ったりとか、今までできるようにしたりとかね、機能を追加したりとか、その AR っていうものですよね、の技術向上っていうのをまあ企業としてこうやっていってる感じがするので、まあそういった意味でも現実のね、いろんなデータ収集とかが必要なんだと思います。ナイアンティックさんって、まあこれ僕が思ってることなんで、ナイアンティックがどう思ってるかまたちょっとわかんないですけど、なんか僕としてはゲームの運営会社っていう側面ももちろんあるんですけども、どちらかというと技術屋さん、なんか AR 技術屋さんとか位置情報技術屋さんなイメージがあって、多分その自社で開発したいものっていうのの理想がゲームとはまた別であって、それをゲームとクロスさせてるとか、ゲームの方で試してみて、それを、あうまくいったね、じゃあこれ何に使おうかとかっていう風に置き換えてたりだとか、なんか正直そういうイメージのある企業さんなので、まあだからこそちゃんとデータが欲しいんだろうなとか、今回ちょっと思いました。なので皆様、今後ですね、この AR タスクですよね、のスキャン、おざなりにやらないように真面目にやるっていうところですね。で、まあちょっとやれないなと、まあ僕も実際そうなんですけど、人通りが多いとさ、そもそもちょっとスキャンできないし、道が狭いとか、ちょっと車を通るなとか、そういうところでこのじっくりわーって正直やれない場所もあると思うんですよね。だからそういうところでは無理しないね、ちょっと自分がゆとりを持って撮影できる時、できる場所ですね、そういった時にね、やるようにしていきましょう、ということで、まあ、ポフィンがね、まあ、どうしても欲しいという方はですね、しっかりと、今回ナイアンティックが提案している内容を守って、今後もプレイしていきましょう。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。まだゲームチャンネル、サブチャンネル、ポータのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。